100万種以上もの生命が住み集う限りなく美しく青い星、地球。しかしこの星で今絶滅の危機に追い込まれている動物が2500種以上もいる。私たちは今こそ立ち上がらねばならない。今こそ全ての生き物と私たち自身のために。Trabajando unidas salvaremos vidas, seremos amigas. Tú ven ya, 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 ven ya. Vamos a empezar y verás que el mundo podremos salvar. Ven ya, ven ya. Vamos a luchar, juntas podremos llegar. Lograremos llegar a la meta final. La, la, la.猫になる正義の味方は恋する少女にゃん。レッドベーカーアニマルズ展。うん、青山くん、もしかしたらそういうの好きかななんて思って、あのもしよかったら今度の日曜日一緒に。いいよ。10時に駅で待ってる。11。昨日の晩は緊張して全然眠れなかったのに、朝になってからついうとうとしてしまうなんて。もう走れないよ。ただでさえドキドキなのに。だって今日私初めて頭脳明晰、容姿端麗、おまけにスポーツ万能で、校内超一番人気の青山くんと、データアニマルズ展に誘ってくれるなんて。僕こういうの前から見たいって思ってたんだ。そりゃ青山くんの興味あるもの調査済み。
で？あ、いや、なんでも。あれ何かしら？この展覧会のシンボルかな？面白いね。どうぞお進みください。レッドデータアニマルとは絶滅の危機に瀕した動物たちのことです。その数は実に2500種以上も存在し、へえ。ムミヤさん見て、イリオモテヤマネコの珍しい写真があるよ。あ、はい。かわいいよね。ああ、こんな猫もレッドデータアニマルなんだ。僕たちの星には絶滅しそうな動物がこんなにいるんだね。これからはやっぱり私たちが地球を守らなきゃ、なんて。そうだね。やっぱり最高。青山くんと一緒ならずっとこんな展覧会でもいいや。どうした？見てください、パーフェクト。ありがとう。来てよかった。いい天気だね。あ、さっきから同じことばっかり言ってるね。本当。僕ずっと思ってたんだ。え？大事なことだから。青山くん、まさかいきなり。だって自然を守ることについて君ともっと語り合いたいって。どうしたの？うん、私ジュース買ってくる。あ、大丈夫？ありがとう。あの、僕が買ってくるよ。桃宮さんはそこに座ってて。でも芝生寝転がると気持ちいいよ。されちゃった。やだ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 。ほんと気持ちいいや。かわいい。お店かな。後で青山くんと行ってみよっと。準備はすべて整いました。OK。地球の未来が間もなく変わります。時間です。ニュープロジェクト始動。気持ちよさそうに。ごめんな
はい、ジュース。地震があったから心配したよ。ありがとう。これ、ずっと待っててくれたの？なんでもないよ。たった3時間くらいだし。3時間？そういえば、すっかり夕方。家まで送るよ。はい。はあ、なにそれ？じゃあ初デートは台無しってこと？私もう超恥ずかしくて顔も合わせられないよ。普通初デートの途中で居眠りするか？嫌われたんじゃない？そんなことないよ。青山くんが優しいから許してくれたもん。憧れの人の前でガーガー寝ちゃうなんて、私だったら恥ずかしくて死んじゃうね。いびきとか書いてたらどうする？いびきなんて書いてないもん。多分。でももしかしたら、どうしよう。そうだ、とにかくもう一度お礼を言っていた方が。でもなんて言ったらいいのかな。顔合わせればなんとかなるわ。そうよ、朝から青山くんとお話できる口実できちゃったじゃん。忘れてた。今日は青山くん朝練の日だ。急がなきゃ。ちょっと一応待ってたら。出遅れた。やっぱりね。どうする？これじゃとっても無理だ。死なんしか見えないじゃん。フレン強い勝負あり。調子いいな青山。この調子なら全国大会も期待大だ。いや、まだまだです。せっかくデートしたっていうのにこの子は。仕方ない。ここは一旦諦めて昼休みにあさってし直すしかないね。いいもの、みんなに知れたら大変だけど、私は昨日デートして。何それ？あへへへ、これはあっ、あ、私の捕まえた。イチゴ危ない。死んじゃうかと思ったけど、あんなにうまく着地できるなんて。ところで騒ぎになってたんで心配してたんだ。大丈夫だった？うん。それより昨日は、昨日はありがとにゃ。にゃんって私。どうしたの？なんでもないにゃ。私、一言お礼を。昨日はずっと待っててくれて。いいんだよ。今日もいい天気だね。そうにゃ。でもこれから雨が降るにゃ。ニャニダニャとかよくわからないんだけど、昨日私とって眠くにあっちゃって、うにゃ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 ー。モミヤさん、
雨？さっきまでいい天気だったのに。行きましょう。ついてない。やっぱりおかしいよ、私。昨日はここで青山くんを待っていたら地震が起こって、そして、あれ？なんでその後眠っちゃったんだろう。青山くん、私どうしちゃったんだろう。何？今のとても嫌な感じが。どこ？こっちだ。大丈夫か？桃宮いちご。え？なんで私の名前？説明は後だ。あれを倒せ。え？私が？お前、見た目より重いな。話してよ。あなた一体何なの？そんなこと言ってる場合かよ。お前は特別なんだ。受け取れ、ミュウイチゴ。ミュウイチゴ。あれは夢じゃなかった。湧き上がってくる体の、うん、心の底から言葉が。ミュウミュウストロベリー、メタボレスト。発動した。何この格好。ちょっと。今度は何？何かどんどん言葉が浮かんでくる。ストロベルベル。
回収。お疲れさん。すげえよ、大成功じゃん。どうなってんのよ。何が何だか全然わかんない。説明してよ。ピーピー泣くな。お前は選ばれたんだ。え？ご心配なく。私たちは怪しいものではありません。事情はきちんとご説明させていただきます。あ、彼なら大丈夫。気を失ってるだけのようです。私が責任を持って家までお送りしますので。だけど。はじめまして、私赤坂圭一郎と申します。リョウ、そういう態度は姫君に嫌われますよ。特別なレディをエスコートできることを光栄に思います。特別なレディ。行くぞ。行くぞって、一体どうなってるの。全然わかんない。それにこの横柄な男とめちゃくちゃ紳士的な人は一体誰。もう本当に本当に何が何だかさっぱりわかんない。でも青山くんとのデートを台無しにしたのも、私の体をこんなにしちゃったのも、みんなあなたたちのせいなのね。一体どうしてくれるのよ。なかなか可愛かったぜ。本当。嘘。そんなことより早く仲間を探せ。くー、嘘ってあなた。仲間。次回、新しい仲間、正義の味方は超お嬢様にゃん。地球の未来にご奉仕するにゃん。